はいどうも皆さんこんにちは、ノックです。今回はですね、5月初めのガチマッチの動画になります。というわけで4月のね、結果発表見ていきたいんですが、今回ですね、まあ全体的に、まあ、2700いって高いルールが3つあったんで、まあ個人的にはまあ満足かなと思ってます。エリアが若干まあ581位って言った感じで、まあ3桁と。でもマヤグラガチホコアサリっていうのはまあ2桁で、まあ比較的いい順位が取れたんじゃないかなと思ってます。それに今回、今月ですね、この全ルール最終武器トップ取ることができたんで、まあ今後もね続けていけたらなと思います。というわけでガチマッチの試合の方どうぞ。ノックチャンネル。さあ、もずく農園やってきました。パー2260です。頑張りましょう。なるほど。アイテムスパッタリおるやん。まあ、編成はお互いクーゲルいてって感じで、まあ普通やけど、こっちにね、あの黒のアーマーがいるんで確実に買っていきたい。うわー早速やられちまうと、味方にアーマー武器おったらな、あのハイカスみたいにあの塗りづらいアーマー枠じゃなくてですね、黒やからそこそこの回転率ある武器が味方におるときはちょうど生き残るだけでも強いと思うんで、絶しないようにしましょう、自分みたいにね。さあ味方キル入れてくれた、ナイスすぎる。さあポイズンで道もちょこちょこバレていて、危な。うわースパタやられた。ナイスナイス。多分入れれるんじゃないかな、そのガチ屋さんにも。いいねいいねいいね。さあここは入れれるか、ちょっとでもちっちゃいアサリを入れれたらいいなと思ってるんですけど、なあアサリ拾えなかったな。一旦守りかな。ちょっとジェッパが怖いな。味方1キル入れてくれた、でかい。 OK、 キル入った。危ない。あーまあ相打ち、セーフセーフ。ガロンはな、先に一発でやられると残りね一発でやられちゃうんで、まあ、実質も確一状態で勝負しなあかんくなるから、ノーダメージで挑みたいよな。まあ、今回は逃げる場所なかったから回すしかなかったけど、正直。さあやばい、追い詰められた。相手でも気づいてないんちゃうかな。クーゲルには気づいてるやるけど。さあ2枚持ってた、でかい。さあでクーゲルに対してもポイズン雨で圧かけていきたいけど、ラストクーゲルだけやねんな。これいけへんのがちょっと悔しいな。さすがにこの状況をキル入れれないでしょ、クーゲルを。さあこう味方飛んで入れていきたい。頑張れ、ナイス。よしよし、相打ち取っていく。これはでかいな。まあさすがにこのキル入れられたのは良かったけど、まあ、カウントには繋がらへんな、あんまり。味方位置で入ったんで落ち着くと。不審バレてる、もしかして。危な。ちょっと冒険したな今のは。まず射程ギリギリやったから。さあ着地じゃないんで強めに。やっぱ着地とか確一武器の場合は若干なるな、スライドでバレにくくするとかした方がいいけど、まあ普通やったら別にそんな難しいことせんくていいやろ。危な、間に合い、奥行きでかい、止めきる。あともう2個で勝ちや。 OK、 危な。
さあやってきました、もずく農園のガチアサリです。パワー2340です。頑張りましょう。なるほど、王冠や。さあ今回の編成もまあお互いあんまなしで、まあ普通やな。相手のクーゲルが若干怖いけど、クーゲルに対してできることないよなこのチーム。まあでもしっかりキャンピとかこう高低差使ってしっかり詰めていけば、若干の編成不利はなんとかなるというか、苦手武器の対処はできるんで、やっぱいかにその工夫するかで安定感は変わるかなと思います。やばい、ちょっと挟まれてる、帰りたい。いやー、切り入れられへんか。うわー、引かれた。もう素直にリスジャンしたらよかったな。もうちょっと焦りいっぱい持ってたからもったいないなと思っていけなかったっていう。ナイス、怖っ。さあ雨で追い返すしかないな、正直あそこ立たれると。さあギリギリヒル取れた、オッケー。しっかり打開していかないと一生攻められちゃうんで、ちゃんと塗り返しつつ、ちょっとここの上にいそうやな敵。うわー、それ直か、それはうますぎる。てかあの潜伏に対してちゃんと3発当てなあかんな自分は。さあ若干余裕は出たけど、アサリの数が少ないんで、まあ、カウントアサリは持っていかないことにしましたけど、持っていった方がよかったな。さあここで刺しに行きたいが痛い。さあ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 、みんな倒しちゃってる。カモンって言ってるから一応行くか。まあ言うてるの相手80カウントやから、そのガチアサリプラス普通のアサリ1個でカウントリードはできるし。危ない、うわー、バリアブルと2人重なっちゃったから、まあ両方止められちゃうとちょっともったいないな。カウントリードするならと思って持っていったっていうところあるから、で81取るために言えたんじゃないんやな全然今回は。さあなんか奇跡的にあったんでリード取っていくと。ナイスじゃないっすやけど、めっちゃラッキーなんだけやな。さあ味方持ってきてくれや、アサリを。あー、ちゃんと当たったのに。ナイス、じゃあそっち行くか。ちょっと遅かったな、片付けない。さあさあさあ、またこっちの攻めのターンは来ると。いい感じいい感じ。うーん、カバーが遅かった。助けて。よし、ギリギリヒット取った。あ、相打ちかそれ、いいね。こんなに攻めの状況作れてたらチャンス来るやろ絶対。味方のキルがでかい。やばい、危な、すり抜けた奇跡的に。いやー、しかしいまいちカウント進まないと。でも状況は悪くないよ。それで1枚キル入れてくれるとでかい、でかすぎる。まだ攻めのターン来てるな。ちゃんとアサリが8個持ってるし。頼む、オッケー、オッケーオッケーオッケー。さあキリ入れてくよ。ナイスクイル。アサリは全く入らんかったけど、まあまあまあ、やべ、
わあ、自分癖でジャンプしちゃうねんな、やばい時に。あの味方ジャンプじゃなくて、あの普通のジャンプ、あれがな若干遅くしてるよな。ちょっと怖くてジャンプしちゃうねんな。できるか、危な、やばい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 、逃げられていく。ちょっと高台が怖いけど、あの中央高台ループされると終わりやから、あそこにポイズン置いといて、でキープで勝ちと。危な、ちょっと危なかったな。誰か一人消えたんですけど、国道がやってきました。パー2290です。頑張りましょう。なるほど、ちょっと相手甘いのが怖いな。てかアーマーローラーがやばいな。お風呂もやばいし、ガノンもやばいな。このステージやりたかったよな、早く。もうさっきからモズクしかこなすすぎて危ない、助けて。やばい、緊急回避したけど、やばいなこれ。あんま良くないとこに飛んじゃったな。もうジャンタン機ってあんまり味方ジャンプするっていうタク作らん方がいいかもしれんな。まあでもできる時は強いからな、できるとほんま強いからな味方ジャンプ。マジか、当たらない。とりあえずやることなかったら敵陣に行く、回り込む。さあどこだ相手の位置、だいたい何当たんないだと。ナイス、うわー、ものすごいことになった。相手もびっくりしてるやろな、なんか来た、なんか来たって。しかもなんかキルしたしみたいな、自分もびっくりしたわ。ナイス味方。こういうことあるからな、やられたらしいで。やばいけどこっちの方が早いか。いた、一発であの威力ってことはガロンやな。いや、いた、なんじゃこりゃ。しっかり場所分かってでも消え取れへんねんな。やっぱり自分溜まってんのが苦手です。あーまあ取れた、よしよしよし。こういう感じだったらできるけどな。ダメだー、これはちょっと突っ込みすぎた。状況はあんまりよろしくない。てか次山剥がれたら多分、うわー、お風呂来たー。すごい予測能力やな。次山剥がれたら多分押される。あんま位置分からへんねんけど、敵の位置が。ギリギリ1枚持ってったけど、ダメかー。ジャンプで降ってきたか。ナイス味方。ちゃんと切り込んで。キル入れてくれた。割と自分宣伝切ってるから、そのそれで敵の隙を生んでいるのであれば、わりかしいい動きなんではないか。さあ左取った、泡が流れてくる、ものすごい勢いで。当たんない、泡が、泡がじゃない、やばい、うわー、もう助けて、弾が当たらないよ。しかもそのうちに攻めの状況まで作られてしまうという、わりかし最悪なパターン。
だけど味方キル入れてくれた、ナイス。でかっ。しかもキル入れたし、なんかローラーラッキーすぎる。やばい、危な。ナイス。ちょっと攻めるの我慢してよかったな。やばい、そこにおる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 。追加で入れるせやな。でも結構そこ行く、飛ぶわ。オッケーオッケーオッケー。いいタイミングのナイス玉やな今のは。めっちゃ噛み合った。じゃあ65っていうちょっと微妙なカウントではあるけど、これキルできたらラッキーすぎる。よし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 。タカロン当たんない、当たんない、当たんない。危な。わりかし倒されるとこやったで普通に。ナイス。あとはこれ守ってたら勝ちです。オッケー、ナイス。いやー、やっぱ今月もというか多分自分ずっと言ってると思うけど、エミ力がな、てか弾が全然当たらへんから、そこをね今月もというかこれからも重点的に鍛えていこうかなと思ってます。というわけで5月のガチマンも頑張りましょう。というわけで今回の動画はここで終わっておきたいと思います。ありがとうございました。また見てください。さよなら。